するしない？それでは今回の匠ご覧ください。南三局日本馬開始です。皆さん手配を開けてください。京卓が2000点ドラがチーピン。いやーちょっと手落ちたね。ゼロメンツです。本当はもうちょっと守備を考えるんですけど、あんまりこうどう進めていきますか。いやーまあ一応多分トンバの頃にも言った3色、はい、9枚9分の5集まったんで、3、4だったり6、7、8だったりの3色のことをおっしゃってるんですかね。はい、で、はい、9分の5集まってる2差しが第一本線、6チッパゴロチは4なんで、はい、9分の4、9分の5の2差しがまず第一本線、うん、ドラも1個あるんでツモが良かったら、うん、高打点になりますけど、かなりでも今までより落ちましたね。かなり落ちたね。やっぱりそんな早々は続かないか。ちょっとどこからいきますか。リーチしたいんで、はい、泣かれたくない字からいきます。これね、結構9万がもうかなり麻雀プロの大マジョリティになると思うんですけど、やっぱりハクだったりハツの重なりの動いでのテンパイも大事になるってことですよね。そういう方っていう人が多いと思うんですよ、うん、でもこれ白発重なって大手日給がもう1400だと本当にそれは許さない。じゃあ日給とかリャンハンクラス上がりました、大体京都か合わせて6000点ぐらい勝手になりました、でも164とか、まあ、1万7000ぐらい全然なんですよ、うん、やっぱりリーチを、ね、目指して Q1 がいるわけじゃなくて、とにかく各発を早く切りたいという、うん、そういう思考で私は発から行きました。はい、さあ親はギリギリつながっているが今回は苦しそうな手です。そうね、やっぱりこれトップ目とかでこの手配をもらうとちょっと折り気味になる手ですよね、うん、でも現状ラス目ですからね、もう行くしかないです。あ、9分の6になりましたね。穴ぼこが2つ行きましたね。まあ、はい、自敗は処理できましたね。はい、6になる自敗。一応ね、ドラ1使える単野を3色だと、はい、終盤のね、チー点もちょっと取りやすくなりますね。5% あるんで、最後の方では、そうそうそう、さすがにそうですよね、うん、両面でもない形は、泣きも、最後の方なら、はい。ここに入るチーワンですか。これはまあ別に嬉しくないんですけど、カンパーワンの受け入れができた。はい、まあ、一応目いっぱいに、そう、メンピンドライチでも渋々採用ですね。でもどこも逃せませんもんね。そう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 、3色固執しすぎると、うん、やっぱり3ワン3ピン数素と限定されすぎてるん で、 ね、もう枯れちゃったりポンされたりで対応できないんで、カンパーワンもね、はい、採用です。一応これは無駄ずも、はい、今回下茶が少しこうにぎやかですけど、あと2人は普通に見えますね。そうですね、まあ、やっぱり手が悪かったという面はね、折り気味、ここまで折り気味でしたけど、2着の人は常にね、やっぱ上がりに来てるのはトップ目も分かってるんで、はい、できることなら自分で連チャンしたいと思うんで、あ、これで、はい、5ブロックにします。カンパーワンの、はい、麻雀の教科書、うん、5ブロック打法、Q1 から打って、はい、よくこのね、5ブロックだったり話出るじゃないですか、うん、やはりそういうのは意識して打った方がいいんですか。そうですね、本当に基本ですよ、うん、ブロックで麻雀を見て5ブロックにしましょうと、うん、なぜなら上がるときにいるブロックは5つだから、4面図1ジャンと、はい、1,2,3,4,5 ブロックにしといて、はい、これで綺麗すべてブロック、うん、5ブロックにいる範囲になりましたね。なってきましたけど、まだ一面積もきついね。できてないですね。まだ思考泣きはないってことですね。あ、全然ないです、うん、まだないです。ないんだ。はい、やっぱり、ま、上がれる確率って20から 25% なんで、はい、それを何回も何回もやるっていうのは本当、あ、来た、
ようやく1個生まれましたね。はい、よくね、6巡目までにという言葉ありましたけど、はい、もうそうも言ってられない、この点数状況、やるしかない。後がない親なんで、はい、やるしかないんで、やってますけど、今の形ぐらいって、まだこう、道は遠いじゃないですか、はい、先のリーチを受けてても、戦いに行くんですか。基本は行きます。はい。ただ、リャンシャン天の愚形しかないとかで、押し返すかは微妙ですけどね。その時はいよいよ、あれね、本当は泣きたいところなんだけど、点数がもうちょっとそれを許さないかなと。だから、これじゃなかったら泣いてるキムさんいっぱいいるよってことですね。そう。はい、持ち点が31,400あったら、3番はね、地位したと思います。この状況なら泣かない、はい、そうです、このならではですからね、そうそう、ここはね、そんなね、20から25%の上がり率、それを何回も何回も連続ではねできないんですよ。そうですよね、はい、いやでもまだこの形は苦しいですよ。苦しいけど、まだあの1枚目の3ワンはまだなんとかしようと、はい、下ちゃんも3ワンいらなさそうっていうのもありますし、あ、山には残っててもおかしくないのか、はい、うん、あの3ワンがね、3枚目とかですかね、この持ち、来た、待って、先に来ました3ワン、そうなると枚数的にはね、ウーパスを残しの方がいいんですけど、イーソーが全部出てるから、ね、もうペン数層、ペンちゃんです、ここは。ウーパス層は一応4枚1枚で両面両方残ってます。これ普通だったら、はい、ダリャン層ですか。親なんでやっぱりね、メンタンピンドラ1狙ってリャン層行ってもいいと思いますけど、まあ、やっぱり僕のフォーム的にはバーソンも3枚ですもんね。そう、圧倒的にウーパス層がいいわけでもないし、はい、やっぱり3色のリャン班ね、ここまで来て狙わないはないので、チーソーですか。チーソー切りになります。スーソー濃い、あ、でもここ悩ましいのが、悩ましい、うん、やっぱり休めがないと思ったら両面で行くんですか、うん、ウーパーピン入った時、あ、もちろんもちろん、うん、もうこうなった以上は、はい、リーチってするパターンもあります。どっちかの基本リーチです。3色ができた時は、うーん、先にスーソーが入ってとピンフ、この馬強だと、この馬強だと数層さびきびきもリーチです。やっぱりこの展望状況を含め、今までのその大物手を作るという、そうね、変わらずの、展望状況が、展望状況が大きいんですけど、あとやっぱウーパーピンがダマ点にしたところでもう打たれづらい牌になってるっていうのも大きいです。ドラをまたぐ牌っていうのは、本当にケアされるんですよ。確かにそうですね、はい、しかも僕に対して一番ね、うん、向かってきやすい三茶目もピンズにかなり寄せてると、うん、高いですね、はい、これはね、全局なんだ、やっぱりここトップ2茶は折りやすいと、三茶目とのめくり合いになりそうな時に、三茶目が僕はダマ点にしたことでウーパーピンポロリが少なそうと、うん、来た、入ったウーパーピン、はい、ってことはもうこれはリーチです。先ほどおっしゃってた通り、はい、リーチしかない、リーチを打つ、はい、休めがないと考えると嬉しいのかそうだね、リーチをかけた、いやでも埋まりましたね、いろいろ、そうだね、なんとかギリギリもないんですけれども、ここまで泣かずに自力で仕上げた、何度目ですかこの勝負手本当だね、これが本当、流れ論者とかだとね、さっきまで上がれてないから、おい、何、シャンポン、いやそれはないよね、シャンポンはないよね、シャンポンはないですはい、ダメです。やっぱりずっと流局上がれないとね、ダマ点でしょうっていう人も20年前はいましたけど、はい、今令和ですから時代は、そうそうそう、全局の結果が別にこの局に何も影響しないんで、そういうのか、気にしない気にしない、はい、違う、もうちょっと数層が打たれやすい牌だったら、はい、ダマ点もね選択肢あったと思います。え、そうなんですか。はい、またね、これってねほぼ出ないリーチなんですよ。結構流局ねあるんですけど、黙ってて数層が出やすいなら、どうだ、あ、つも、いた、数層やっと実りましたお願いします、乗りました、おお、8000は8200オールです。リーチ対応ピンフ
も3色ドラ裏、はい、ということで決まったのは8000ホール日本馬8000は8200ホールやっとお手上がりました。おめでとうございます。3度目の正直がなんとか、ね、さあでは皆さんの手配も見ていきましょう、はい、どのような形だったでしょうか。うわーテンパってるよ。テンパってる。あ、対面テンパってますね。危ない危ない。いつからですか。いつから張ってます。危ないよ。そこまで危なく危ない範囲なくテンパイだったんですね。なるほどね。いや、うん、キムさん本当に長かった長かった。だから本当こういうのが入ると信じて人事尽くすしかないんですよ、はい、麻雀は。ね、でもシャンポンっていう未来もあるのが面白いですねこれ。それは捉えられなかったです。いやでも見事、はい、こっちなら8000オールになりますから。はい、はい、そうですね。三色があったんで見事でございました。はい、この後親が続くのでね、はい、どこまでリードを広げられるかどうか、はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。